石井二郎です。ゲームデザイナーをしています。それ以外にはアニメーションの脚本や原作なども手掛けています。吉祥寺に10年ぐらいも住んでいるんですが、この町がすごく気に入っています。小さな町なんですけど、たくさんの映画館があります。最近できたココマルっていうミニシアターがあるんですが、こちらはですね、1階は普通の小さな映画館でなかなか面白いセレクトの映画を上映してくれるんですけど、2階3階がイベントスペースになっていて、マニアックなフィルムをですね、友達とこうみんな見る会をやったりして、貸し切らしてもらったりしています。最近はですね、アニメーションの原作や脚本なども手掛けることが多くなりました。例えばですね、キックスターターでクラウドファンディングしたインディーズアニメアンダーザドッグの原作を担当したりしました。それ以外にももちろん、ゲームの制作もしてまして、それ以外にですね、竜よ狼と踊れという舞台の原作を担当したり、あと実写のですね、映画の女流騎士の春という作品の脚本監督をしたり、本当に多岐にわたっていろんなことをしています。小学生の頃に第一次アニメブームというものがありました。それは子ども向けだったと言われていたアニメーションが、大人向けというかですね、ハイティーンが見てもおかしくないようなアニメーションができ始めたんです。その走りがですね、宇宙戦艦ヤマトとか機動戦士ガンダムとか今でも残ってるアニメーションなんですが、でバカにされてたアニメーションやゲームがですね、ひっくり返って大きなファンを作っていく、作り手としてそういうことに参考したいっていうふうに強く思ったんですね。例えば作品で、なんか物語で行き詰まった時に音楽を聴きながらとかですね、この公演をね、何週かぐるぐる回るとなんか考えがまとまったりすることが多かったりします。井の頭公園ってやっぱり人気の公園なので、土曜日とか日曜日とかすごく人がいたりするんですけど、端の方に行くとあんまり人がいないスポットとかもあるんですよ。でこうベンチに座ったり、ちょっと考えをまとめたりするようなこともあります。雪の日の井の頭公園は実は最高で、誰もいなくてですね、東京ではないような景色が見えたりします。実はすごく紆余曲折してたんですね。いろんな仕事を経験しました。映画の大学に入りたかったんです。自分でアルバイトしてお金を貯めようと思って、たまたまアルバイトの見つけたのがデータウエストっていう会社のですね、まだ19歳の僕でもっていうことで応募したら、一つのゲームの全てのシナリオと全てのイラストを描くことがあったんですね。それがイミテーションシティというゲームで、その時のゲームっていうのが1枚の絵を出すのに 7.5 秒の時間が必要だったんですね。そういう演出をしても、やっぱり僕が作りたい感動みたいなことはなかなかこうユーザーの方に伝わらなくて、その時に僕はもうゲームは二度と作らないと思ったんです。当時僕は住んでいた大阪で映画とかアニメーションを作る会社がなかったんですね。カラオケの映像を作る会社を手伝ったり、映画の評論、いろんなことをしていたんです。でもある事件があって、東京のマルチメディアを作る会社に転職することができたんです。映像や音声が自由に使える、映画のようなゲームが作れるようになってたんです。その中で作ったリトルラバーズっていうゲームがあるんです。
自分の娘や妹っていうキャラクターをパソコンの中で本当に1年間365日見守っていくゲームを作ったんですね。これがすごくヒットしまして、ただやはりこの家庭用のゲームを作りたいなと思ったんですね。そしてあのゲームメーカーの老舗であるチューンソフトの門を叩いたんですね。新しい物語の作り方みたいなものと、出会ったんです。それは、ビジュアルノベル、サウンドノベルというジャンルで実現されていたある手法なんですね。ゲームというのは一度エンディングを終わってもそれをやり直すことで違う可能性の物語を作っていけるということなんです。今僕はゲームの物語を作らなければずっと後悔すると思ってサウンドノベルというゲームの物語で一番最先端を行っていたチューンソフトに入ろうと思ったんです。そしてチューンソフトに入ってサウンドノベルのプロジェクトに参加させることができて、ファンが多いあるブランドを、ドラゴンクエストを作った中村浩一さんから、石井君やってみないかというふうに言われたんです。渋谷っていう、場所を何度も舞台に使っています。ゲームの428もそうですし、モンスターストライクっていうアニメーションも、渋谷が出てきたり、すごく大体渋谷を舞台にすること多いんですね。渋谷のスクランブル交差点っていうのは世界のどこの国に持って行っても、あ、日本だねって分かるという、そのなんか強烈なイメージということと、もう一つはやはり渋谷っていう街は大人の街でもあり子供の街でもあるなっていうイメージがあるんです。だからどんな物語でも吸収する力があるなと思ったのが渋谷だったりします。どんどんこの10年20年で渋谷っていうのは変化していまして、でこの2020年の東京オリンピックで渋谷2025年ぐらいに全ての新都心化計画みたいなものが完成するというわけですが、たくさんの高層ビルが建って新しい姿になります。428の時に撮影した風景っていうものが、もう残ってないところもたくさんあるんですが、渋谷っていうのは本当進化する街であるというところは、寂しくもあり、そして魅力的でもあるというふうに思っています。中村浩一さんから言われたゲームが街というですね、実写で作ったゲームのに続く実写のゲームを作ってみないかというふうな、誘いだったんですね。もうすぐにやらせてほしいって言いました。町というのは多人数のこうストーリーであっても、マグノリアとか例えば彼女を見れば分かることとか映画でいうところの、いろんな人たちがいろんな人生があるんだけど、こう少しずつ他人の人生に影響を与えるよねみたいな物語だったんです。でも僕らが428を作るにあたって24というですねテレビドラマがあって、24みたいな形の新しい群像劇のゲームを作ってみたいというふうに思ってこの428を作ったんです。こう全ての主人公が全く関係ないと思って実は大きな事件を解決する、こう全ての、その事件に対応する主人公たちだったみたいなこうドラマを428は作ることになりました。新しいクリエイターを育てたいなみたいな気持ちにもなりまして、で内越幸太郎さん
をマッチングソフトにスカウトして9時間9人9の扉というですね脱出ゲームの企画をしたり、あとトリックロジックというですね本当推奨図読んでその言葉を集めていくことによって犯人を探していくっていうですね、428っていうのは大変こうゲーム業界の中で評価を受けたのですが、クオリティに対してはもっと売れてもいいんじゃないみたいなことを言われることが多かったんですね。実はすごく悔しくて、プロデューサーとしてすごくヒット作を連発してた日野さんっていう人がいるんですが、二の国であったりレイトン教授であったりっていう作品を作っていた日野さんが率いるレベル5という会社にまあ移籍しまして、428と同じようなシステムを使ったタイムトラベラーズというゲームを作ることになりました。僕自身が作る例えばタイムトラベラーズだったり428もそうですね、アンダーゾックであったり近未来を設定にすることが多い。今の現代の世界の中に何か違う違和感があった時に世界はどうなんだろうっていうことをすごく多分自分の中に興味があるんだと思います。で、アンダーゾックっていうのはやはりその例えば米軍とか日本の例えば自衛隊がの陰謀としてあるその超能力兵器みたいなものがあった時にそれはどんなふうなドラマが生まれるかなと思ったり、タイムトラベラーズもそうですね、あれは粒子1個のタイムトラベルが起きた時、過去の十何年前に行った時に世界はどういうふうに変わってしまうんだろう、その時間順序保護仮説っていうものがあるんですが、それがどういうふうに破れてしまうんだろうみたいなことをシミュレーションしたのがタイムトラベラーズであったりします。レベル5をやめたっていうのは自分でいろんなことをやってみたいっていうのがまず一つありました。でもう一つはですね、そのデジタルゲームの開発がすごく大規模になってしまってバジェットが大きいので新しいゲームデザインを実験したいなと思ってもなかなかリスクが取れない。そこで出会ったのが日本でアナログゲームがここ5年ぐらいすごくブームになってきたということなんです。バジェットが小さいのでいろんなゲームデザインの実験ができたりするということもあります。人狼みたいな人間のプレイヤーが13人いて、しかも言葉でプレイをする、しかも嘘をつくこともあるみたいなことっていうのはまだデジタルゲームに落とし込むことはできないですね。この13個の AI が完全にプレイヤーとして動かないとゲームにすることはできないということに対しての可能性もすごく感じたんですよ。ここのゲームデザインから何かフィードバックを受けることによって新しいゲームデザインを作ることができるんじゃないかということが、最近アナログゲームに僕はハマってる理由の一つであります。多分僕は誰もやったことがないような表現とか物語をずっと作り続けたいんだなというふうに思っています。そういうことの発見をして、多分よくやるのはね10年早かったって言われることみたいなことが多いんですけど、そういうことをやり続けていきたいというふうに思っています。